こんにちは。お昼ご飯弁当屋のまかないでございます。富士おーわおー、なぜわおーって言ったかわかりますか？負け犬の遠吠えです。負け犬のお客さんが来ました。すいませんです。始まった途端にお客さん、いいことでございますよ。一回どんで、さっき撮影で一個買いました。だから母ちゃんの1個借りました。母ちゃん1個戻します。ここで撮影用で、これ母ちゃんの話、あの人嫌うんで、はい、これは僕のです。あの人も飲むみたい。はい、いただきます。これはタッタソース、いっぱいかけます。タルコルケルケル、タルコルケルケル、タルタルコルケル。母ちゃんにもあげます。今お客さんに行ってます。いただきます。お、売れてる。950円。うん、おいしい。タルタルかけんと、このイカフライめっちゃ技術がありますよ。これイカないんですよ。ただこれ、いや、これでいいんですよ。このイカが薄くてほんのりイカの味がして、パン粉が多くて、これパン粉いっぱい切りつける技術って難しいんですよね。2度やるか、こんなにパン粉つかないんですよ普通。これうちの母ちゃんはイカが少ないからバカにしてたけど、これ加工技術で言ったらめっちゃくちゃすごいですよ。で、うまいんですよ、これ。沖縄向けです。観光を食わす。うん。なんで950円？なんかまずいってかった、うん。そういうことね。あ、チーズは100円の弁当も買った。950円とか少ない？あ、大きいの2つと1個。700円と250円。うん、そういうことね。今100円にしてるんだ。さっき私は、負け犬の遠吠えをしました。今から説明しますけど、食べ終わって。食べ終わってするんですよ。負け犬ね、文句ばかり言いやがって、人の YouTube で。食べながらも言いますよ。何が楽しいのかな、本当に本当に。毎日、毎回、動画作れるんでありがたいですけど。負け犬ね。今度はですね、貧困、寂しがりや、嘘つきもありましたね。バカ親、いっぱい書いてるんですよ。もう、何を選択していいのかわからんぐらい。それじゃあ、何かな。沖縄口っても書いてますかね。それを武器に、見てください、バカしかないんですよ。ここも声が聞こえるじゃないですか。それを武器に YouTube で貧困、貧乏、それを武器に YouTube で稼ぐおやじって書いてます。あれはですね、おやじが YouTube やってる YouTube 私よく見るんですよ、参考に。大体書いてます、同じような人たちです。あれは前私が行った時ですよね。言ったようにですね、私の地元のとこですね、
兄ちゃんの真似して、うちのお兄ちゃんのマフラーはですねソレックス入っててとか、もうでったらめな車真似したいんですよ。車、お兄ちゃんが言ってることを真似したいんですよ。もうハンドルがもうボルコレーシングとか言ってるんですよ。わけわからん、もう本体嫌なのかマフラーなのかわからん、もうくっつけてるんですよ。あと子供が英語書きたくてここに APPB っていうか A が反対になったりして、何なのこれって言ったら英語って言うんですよ。で書きたくって書いてるんですが、真似したいんですよ。大人の真似、大人ぶりたいんですよ。英語 APPP って書いてるんですよ。それでなんかアップッパプッパイみたいな書いてるんですよね。こっちに来てたよね、お菓子食べた、こう知ってる、はい、第2分皇帝って書いてます。帝国って書いてあげて、もういろんな真似したいんですよ。大日本皇帝皇帝とかなんかいろいろ書いてるんですよ。自分で真似したくて、小学2年生レベルですよ。だから人たちは申し訳ないけど、なぜじゃあ人の YouTube に、しかもコメントはみんなに見えれるコメントじゃないんですよ。もう消えますから今の YouTube って。で、私が確認する YouTube、なんでしょう。私に見せたいだけなのかもしれませんよ。その人は分かってて。だから言いたいのは、文句言いたければ、ここへ来て直接言うか100倍返しますから。手こそつけないけど、泣かしますから。口で何回もありますから。だから、夜中にこうペンペンペンってやってると思いますけども、どうぞやってください。どうせこれが早いんであれば私遅いですよ。こっち来るのにもう何時間もかますじじいなんだよ。それで自分で YouTube 作ったらいいじゃないですか、喋ったらいいじゃないですか。できませんから、あなたには絶対やってみてください。やって戦ってください。同じ土俵でですよ、人間は。なんで生まれて生きてきたんですか。こっそりやるのはずるいですよ。なんで西洋になって同じ人間で、確かに私も同じ人間でこの時はにじめられてますけど、あの時思いますよ。お前も私も同じ人間で、なんで私がこんな目にあってんだって。それを武器に YouTube 作ってますよ。ただ一つ大事なことを忘れてました皆さん。私は酒、タバコ、博打、まあ女性、女、いつやってますよ、そういうの。お金かけ、みんなでいいよ、迷惑になる、やってねえんだよ、俺は。私が作った借金は、弁当を安く売って、あの人が仕入れガンガンやって、お客さんに欲しい、喜んでもらって弁当がここまで伸びてきたんですよ。美味しい、安い。今は多少減りましたよ。そういう濃いものなくなりました。もう困ったんで。仕方ないです。毎回言ってますけど、だから YouTube で稼いでまた戻したいんですよ。安くて美味しくてみんなが喜ぶ弁当屋で、そしたら私とも話してくれるじゃないですか。今話さないですよ、みんな。もう逃げれる、今日朝も何回も逃げてきましたよ、みんな。何が言いたいんだ、いい大人がっていうのが逃げてきますから。弁当見てもう100円もあるんですよ、買わないで逃げてくるんですよ。2人で来て、めんどくさくないかなと思うんですよ。よそ行ってまた探さないといけないし、弁当食べたら一緒じゃないですか。この子が朝から晩まで働いて一生懸命一個作って、もうけ少ないですよ。その弁当を、この、なんて、愛おしいっていうか、愛おしむっていうか、弁当屋に、ありがとうって気持ちがないのかなと思うんですよね。まあいいでしょ、ないのはないで、仕方ないですよ。そういう商売なんで。ただ、貧乏を武器にって言うけど、その貧乏になったらいいんですよ、あなたたちも。じゃあ武器にできるんだったらやってみてくださいって言うのよ。貧乏は好んでなったわけじゃないですよ。還元したんですよ、人を喜ばしたんですよ。私は人をいじめてお金を得て警察に捕まって賠償金を払う、今やってますよ、5億とか、ああいうのじゃないですよ。お客さんの笑顔を見ながら貧乏になってたんですよ、私が。お客さんにどんどん弁当安く売って、お蕎麦サービスして、もう飲み物もサービスして、サービスいい限りです。そうやって貧乏になったんですよ。それを親兄弟親族も、お前がお金いっぱい使ってる。確かにお金はなくなってきましたけども、喜んだ人いっぱいいると思うんですよ。喜ばしてますよ、母ちゃんと二人でいっぱいの人を喜ばしてますよ。何人も
何千人も何百人も沖縄県民を、まあ、県外から来た方もそれで得た貧乏なんですよ。なんで武器に使ったらダメなんですか。それは武器ですよ。私が得た貧乏っていうのは武器なんですよ。私がパチンコしてギャンブルして酒飲んで借金持って作った貧乏ではありません。重々これは言っときますけど、何回もそれで貧乏になったんで、それを使って貧乏から脱出して、さらにですよ、このバカ二人はそのお金また還元して弁当に生かそうとしてるんですよ。それを夜中のとか貧乏を武器にせいぜい儲けてくださいね。冗談じゃない、お前やってみろって感じなんですよ。こんなんでね、動画が伸びるとか伸びないとか言う前にね、腹立つこと腹立ちますよ。何もわからない人間が何様だって逆に私から問いかけたいぐらいです。これで減る方は私のこの富士を認めてくれてない人なんで、私はもういいかなと思ってます。何言いかけたんですよ。その人毎回言ってくるんですよ。何回も何回も決勝を検出も、またそのグループがあるんですよ。その人たちが羨ましいんですよ。勝てないですよ。ただ言ってきますよ、言っておくのは毎回言いますけど笑い事じゃないですよ。あなたに何かありますよ。私だけにやるんじゃなくて、一生懸命頑張って人間がどこどこでいます、何も知らないでメールで書き込んで、いろいろ亡くなった方もいるじゃないですか、苦しんでる方もいるじゃないですか。今だったら結論も出ないのにまっちゃんを責めてるじゃないですか、分かりませんのにみんなが言うから。そういうことやって楽しいんですか。何が、何も楽しくないんじゃないですか。人が確かに悪いことをしただとかなんか分かればいいですよ。まだ分かりもしないのになんか責めてって、それであなたに利益があるんですか、楽しいですかっていつもみんなに言いたいんですよ。よく分からない、そういうのが。もう私はこのイカフライを食って怒ってるんですよ。だからフライになってるんですよ、測ってるんですよ。うん、タルガンにタルタルタルコルケルカルコルケルって、孫がよく言ってたね、タルケルカルコルケ。なんか聞いたらあの人は発声練習だって言ってました、孫の。あれを孫はまたじじいから教えてもらったって言って、もう行くな、じじいとかねバカになるって聞いてないかもしれないね。俺はうんって言う、お前もみんな俺のセンスな。ほんと、これは、怒ってる時に食べてください。みんな、僕の YouTube 見てる人だけでもやめてください。あの人たちにまたコメントしないでいいですよ。消えますから、今。絶対に、私もやりたいけど、ここで言う理由っていうのは、負けず嫌いなんですよ。何回も戦ったんですよ。もうあれ寝れないんですよ、頭でやりますよ、あの人たち。ずっと恋愛よりも大変だと思います。あれはよく見てたら、男と女や YouTuber とやってるの見ることもありますよ。なんだこの二人はみたいな、ありますよ。ああいう感じで男がやろうが、おじさんが男とやることじゃない。もう私はもう一切その人はもう無視してるんですけど、ただ、YouTube 的に面白いじゃないですか、こういう話って。だからさせてもらってます。なんであんなことを言うんだろう。皆さんももう振り返って、私が味わったこのバカみたいな話を、どっかで話してください。楽しいですよ。藤尾がこんなこと言ってたって。本当に。何のメリットがあるんですかね。多分同じ人じゃないかな、みんな。だから APPP って書いてる小学2年って言ってる人たちは真似しないんですよ。誰かの見て、前ですね、卒業した子、ここを卒業した息子の年ぐらいの人間が、
言ってたんですよ。なんでこんな降るのかな、おじさん、俺覚えてる、この高校卒業して、おじさんにバイクかっこいいなって言われた。おじさんの息子は同級生なんだよ。なんかもうこうするんですよ。何やってんのって。今沖縄市の飛び屋で働いてんだよ俺は。頑張ってねって。あそこまでやる必要あるのかな。なんかもうこういう肩で風を切るみたいな。ある時、肩で切った年配の人が言ったんですよ。こんな感じ。うちのなんとかなんとかっては、ここ来るんか言ったんです。あ、来ますよって。なんとかくん、うちの息子と同級生なんですよ。あれ、うちで働かしてるからって言うんですよ。ああ、真似してるんですよ、上司の。社長かなんかの。そして、まだ俺は若いからなって僕に言ってました。そこまでだったらいいと。僕はその時何も喋ってないですよ、その人と。その子供と。めんどくさかったんだよ。あれ、成人式ぐらいの時に、その子に息子があったらしいんですよ、ね。お前のおじやじはおしゃべりだな、よくしゃべるなって言って、おしゃべってないんですよ、一言も。一言も言うから、ああ、そうだね、頑張ってね、ぐらいでしょ。なんかいつものべちゃべちゃべちゃしゃべってないですよ。言ってたみたいですよ。ということです。だからそういう、真似したらいいんですよ。だからどうぞ、来てください。こうやってここへ言葉で泣かしますよ。言葉で泣かす病気っぽいですね。うん、ぐらい一生懸命生きるんですよ、なんか人間は。まあ何に誰に何と言われようと一生懸命生きるんですよ、恥じないように。だからそれを皆さんにこういうことありますよって分かって、また仲良くなったらやべ、その時は腹立ったね、あれはね。3つ長文、3つ暇、どんな仕事してるのか多分言いますよ。僕はあの仕事したらあの人の5時間ぐらいで勝ってますよ。だって暇だから。だって仕事できるんだ、仕事に専念するじゃないですか。これも仕事ですよ、私は。だから皆さん最初の動画見てみたら、こうも小さくて、もうじもじ喋って伸びてきてるじゃないですか、動画も再生数も。このジジイはジジイなりに飯食ってるだけ、飯食ってるだけですよ。6回行って何か情報行って、美味しい喫茶店とか行って伸ばすのは簡単だと思いますよ。これよりは、これよりはですよ。分かってるんですか、これしかできないんですよ。というところで一生懸命やってて、あんな、切れるような、無駄なコメントを出してきて、残ってみんなが見るコメントだったりですよ。消えてくんですよ、必然的に。うん、お見苦しい点を、いつもお見苦しい点。こんな中、素晴らしいのは、もう帰る準備してます、あっちで。洗い物してもう帰るよ。もう早く終わらんか、もう帰ろうかな。今もう3時なんですよ。帰ろうとしてます。とか今から残った弁当を、もうこれいい？直接飛んで。もううまい。いい？沖縄スタイル。沖縄だとこれ飲めますから。もう、飲めなくなりましたね。トイレ近くなると、こんだけ飲めば。極力、飲まないようにしてます。でもまたなんか、たまや嫌だったりと、めっちゃくちゃ、なんだこれ、何言ってんだよ。おー、ネタになるな。ありがてえ。事前、なんていうかな。自作自演かなって、思われるかなって思うぐらい来ますよ。メール。この、体
沢が憎ったらしい顔してますよ、確かに。あのうちの母親の顔なんですよ。ぶん殴りたくない。自分でも見ながらぶん殴りたくないんですか。うちの母親みたいな憎ったらしい。あって笑ってる人がいいじゃないですか。憎ったらしい顔してんだよね、これね。ね、惨め。惨めじゃない。憎ったらしい。鬼。くそ。ダメだったか、やろ。憎ったらしいって、あいつ。うん、うん、何やっても何やっても文句やってるんで、何かあったら私に言ってください。一緒に泣きましょう。もうありがとうございました。もうこれ以上はいいです。また次に分けてきます。またコメントきます。なかなか怖くなるんですよ、見て、これを見て。ただあれは毎回言いますけども、下のところに青いので出れるんですよ。あの、下にですね、私、自分が悪いと思うんですけど、いっぱい、シャープでいっぱい書いてるんですよ。何でも入れるように。何でも入れるんですよ、あれ。ただ、いっぱい書くと、この絵何が足らんかなって、あんまり見る人が少なくなってきてるんですよ。確かなんですよ。まとめて、飯動画とか何とかって書けば、もっと伸びると思うんですけど、それ以前に私はいろんな人に見て、いろんな人にこう好きな人がいたら認めてもらおうと思って作ってるんですよ、動画。だからこの人に、食べる人にどう限定してるんですよ。だから嫌いな人もいっぱい 拾うようになってるんですよ。だから親父がやるんであれば、もしですよ、皆さん YouTube やるんであれば、限定してそのところで選んで、親父が並んでるところに入っていけば、まあ、わりかし楽だと思います。私の場合、いろんな子供が見るところ、いろんなところで、ね、たまたま見た人が、化け物行ったりいろいろ言ってくるんですよ。何やってんだあっちで。一生懸命喋ってる時に、やべえ動画です、また。だからそこの青いのが出てる時、沖縄旅行が入った時は確実に変なコメントきます。あえたら暇なんです。旅行系の YouTube 見てる人は、ゆとりがあって旅行行ける人たちなんで、朝も昼も夜も、あんまり仕事はもう終わってる。仕事はやってないから。金にゆとりがあって旅行に行ける人なんで、はい、私は金にもゆとりもなく、貧乏で汚い格好して、貧乏をネタに YouTube 作って、儲けてはいませんけど、儲かると思いますよ。その時には、また歓迎します。はい、それだけ言います。さよなら、ありがとうございました。